時幼稚園児だった子供が、今は大学生となりまして、だいぶ時の流れを感じております。私もだいぶババアになりました。ちっちゃい子が入ってきてるのでなんとか存続できてる状態ですけれども、今年受験生も多いので来年の存続が厳しいなと思っております。もしあのちっちゃい子供でも大人でも踊り見て踊れます、大丈夫です。その気があったらぜひ一声声かけてください。それでは、曲は関西京都今室組の髪型、若者たちのキレキレの踊りを見てください。よろしくお願いします。Yeah.